い、皆さん私お待たせいたしました引き続き最高位戦関西エキシビジョンマッチ決勝戦の模様をお送りいたします。決勝戦の解説は引き続きこちらの方々です。はい、戻ってまいりました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。はい、はい、決勝戦は半ちゃん2回戦でお送りいたします。次がもう2回戦目ですね。はい、そうですね。席順の確認をしてみましょう。ちーちゃが今村。はい、はい、今村さん、うん、ちーちゃスタート、はいはい、で、なんちゃ、よなしろプロ。はい、あどこ、どこカメラって感じ。はい、はい、シャーチャが中屋敷プロ。いい笑顔、少年のようなね。はい、ベイチャがイーノープロです。あれ、あ、あれあれ放送 NG みたいになってますね。はいはい、という感じで、オラスのラス親が飯沼さんなんですよ。はい、初戦ラスの、お、はい、これは大逆転ね、ありますよね。はい、はい、まあざっくり優勝条件を言うと、はい、まあ今トップ名が与那城さんで 38.7 持ってますと、うん、でこれ2位の今村さんと 21.1 ポイント差で、最高位戦ルールって1順位で20ポイントしか変わりません、うん、ポイントが。なので要は着順勝負、ほとんど余裕があるのはこの 1.1 ポイントの分だけ、うん、なのでこの2人に関しては変わりませんと、うんうんうん、で中なので今村さんは与那城さんより上に行く、うんうんうん、かつ、中屋敷飯沼2人にまくられない、うん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 、これが優勝条件で、中屋敷はまあ初戦3着なのでほぼトップを取らないとダメです、うんうんうん、2着はまあ奇跡的な並びがあればね、可能性はあるんですけど、うんうんうん、まあトップは絶対条件で、トップを取った上に与那城を3着以下に落とすと、うん、2着の場合はやっぱり素点の条件があります。あ、はい、そうですね、で3着以下に落として素点、その点差で多少条件がある可能性があると、うん、で飯沼に関しては実はもっと厳しくて、うんうん、トップは絶対取らなきゃいけなくて、うんうんうん、かつ、他の3人の並びの状況が必要と、うんうん、できれば1回戦と真逆の順位で自分がこう4万点ぐらい、4万点、5万点ぐらいのトップを取るのがベストと、はい、はい、でマイナスポイントで優勝するっていうことがありえないので、うんうんうん、飯沼が優勝するのは、まあ、マイナス 45.5 だったので1回戦目の成績が、なので4万5000点 のトップの時は優勝するパターンがないと思います、うんうんうん、なので最低5万点以上のトップから、以上あとは他の3人の着順が大事になってくるということですね、うん、はい、ざっくり言うと優勝条件はこんな感じです、うん、はい、はいはい、では決勝2回戦を開始してください。並びはさっき言いましたね、はい、はいはい、ちいちゃが、うん、今村ですね、ですね、はい、はい、さっき僕一回お休みしてたじゃないですか、はい、友添草氏っていう解説でコメントで友添さんの解説がちょっとあの脇の方で僕ずっと嫉妬してたあの二人に僕真面目に話すしかできないので、はい、自分のスタイルを貫いてしっかり解説したいと思います。はい、ドラマシャーです。誰が早いかな、親の今村、123が見える、あ、しかも純ちゃんになるかもしれない、はい、なしろも上の3色が残る感じですね、おー、ローピン、チーピン、ん、チーピン切ったのかな、よなしろ、チーピン切りでしたね、はい、3色と、はい、
ドラはとりあえず持って、ウソを真ん中ら辺だから残して、チーピンを切ったと。はい。そう。野村は今、いいピン積もぎ切りましたね。あ、いいとこ、いいとこ。これもちゃんと3色、はい。なりますね。そうですね。はい。想定した通りに積もを引いて。ですね。はい。いいところ。はい、あ、積もぎりましたね。積もぎりました。なるほど。2ピン、3ピン引いた場合に今度、カウンマン受けっていうのが必要になってくるんで、はい、リーチ3色のカウンマン受けが。今、ジャントになると、順ちゃんになる可能性があるので、残す人も多いと思うんですけど、っていうことですね。そうですね。解説は坂本プロと安保プロです。この声安保さんだって。はい、そうです。あ、そっか、こう前に名札があっても、そう、最初しか映らない。はい、はい。今来た人はね。そうです。はい。お、これは、形だけだとピンズのカンちゃんなんですが、はい。どうだ、ピンズのカンちゃん、じゃあ外しましたね。はい。はい、お、カンリャマン。おー、3色が。今村だと、今のリャンピンチーしててもおかしくないなっていうイメージですけどね。はい。さて。あ、そうか。はい、うん、やっぱり即リーチは逃したくないから、このペン3ピンには手かけないんでしょうね。はい、お、ロースを先に引っ掛けて。あ、先に切ってるんでね、はい、E ピン切ってて、しかも U ピンも先に切ってるとだいぶこれで管理安否盲点になりますね。そうですね、はい、いいですね。イースーマンと官老マン受けの保険もついてる。この3ピンはつもぎろ、つもぎろ。こんなの残したらダメだよ、考えちゃダメですよ。と思いますが、あ、残しました。はい、形に忠実、はい、3ピンちょっといいと思ってるんでしょうね。はい、でも、もったいないなと。そうですね、思ってはしまいますが、はい、ローマン切り、はい、ローマン切り、親なんでやっぱり連チャンしたいんでしょうね。あ、いいとこ引きましたね。これで迷いがないです。つもぎるのか、あ、チーマン切り。これで、リャンウーマンとウソ の受け入れができるので、ローマンの受け入れが消える代わりに、リャンウーマンとウソそうなので、手広さだけならこっちですね。うん、はい、さて、さて、もう、あ、はい、中屋敷はリーチに入りました。3ピン待ちです。そんなに悪く見えないんでしょうね。そしてイーヌマも、イーヌマもリーチ、かけリーチ、イスーマン、イスーマン、はい、うわ、これあら親の今村が数ピン、あ、3ピン出ます、3ピン出ちゃうんじゃないですか、ね、うん、そう、残しちゃったところが、ワンチャンスって言ってきちゃうんじゃないですか。はい、親ですしね。高めのスマはもうないんだな。スメのイーマンが、イーマン2枚、あ、重なった、重なる。あ、でももうやめてる。ちゃんと筋、筋打ってイーシャンテン維持できるんですね、はい、これね。あ、ダメだ、イースピンが7枚見えてんだ。与那城は無理ですね。これで今村ギブアップですね。はい、ドラで完全にギブアップ。ああ、うん、今の中屋敷のリーチ前、はいはい、左から2枚目の数ピン手出しリーチってどう見るのって来てるんですけど、そうなんですよ。そういうのってどうなんですかね。中屋敷何もそういうのは気にしないんだなっていう感じなんですけれども、うん、要はちゃんとリーパイする打ち手だと左から2番目っていう、うん、っていうのはやっぱり結構傷になるので、うん、ですよね。リャンピンがここに残ってる状態になってましたもんね、はい、そうです。まあ、うん、だからピンズの1から4の何かが左に1枚あるんだよっ
ていうのを教えちゃっていますよね、うん、なのでスーピンまたぎは危なく 見えちゃうかなっていう気がします。ただね、一杯入れ替える体得だけで全然別の情報だったりするじゃないですか、ね、うんうん、そうですね、はい、二人天杯で流局となりました。はい今村の関連ピンチをしなかったのがまだもったいないと思ったんですかね。かちょっと遠い、まあ、ね、関連ピンチ、はい、順調にあまりならなそうだから1500だったらリーチで止めた方がいいやっていう判断かもしれないですよね。でトン2局となりました与那城の矢番です。トン2局の1本バーですね。はい、ドラがパーマンです、はい、供託が2000点あります、うん、リーボーがさっきの、はい、やっぱりね上がると2300点ボーナス ついてくるんですよ。これ上がりたいですよね。そうなんです。でこれにみんなどれだけみんなガツガツしてるかっていうのはこういう時に分かりますよね。うん、中屋敷とかはもう、うん、がっつりいきそうただ手配がうちの団体のトップリーグでもやっぱり石橋とかはものすごく供託に対する意識は高いへー、うん、もう供託2本からはなんか人が変わったようになります。もともと仕掛けるイメージなんですけどね。そうですね、 A リーグの中では、はい、だいぶ仕掛けが多いタイプです、はい、僕のイメージで今のリーグで多分2番目に仕掛けが多いんじゃないかと思ってるんで2番目へ、はい、そうなんですね。んですけど、はい、そうやってね状況に 対しての の対してどれだけ変、はい、えるかっていう程度が、うん、こういう曲は分かると思うんで、うん、楽しみですよね、はい、では手配は今村がいい感じでしたね。今234の3色が、はい、はい、見えて、さすがに中屋敷はこれお休みかな。そうですね、飯沼も上の3色だけどちょっとスピードがついてきてないと。あ、これ3色両天秤にしましたね、うん、123も見て、はい、犬間はちょっとの周りが長引いてくれないと出番なさそうで、そうですね、あれ123見切りましたね。見ました、はい、あのマックスの面単品3色 E ペーコーが、うんうんうん、を逃したくないっていうことでもう123を見切ったんでしょうね。そうですね、さて、あ、はい、与那城が、そうですね、ドラドラになったので対応、いいじゃん、対応です、はい、はい、脇からいいじゃん、いいじゃん、与那城さんの声がいいじゃん、溢れて、はい、ね、聞こえてきましたけど、うん、ありだと思いますね、はい、はい、素晴らしい、どうしましょう、どうしましょう、いいピンですか。E ピンだと単用になるかもしれないですし、形だとまあ二刺しがあるの で、数ピン三ピンが与那城さんに対して普通じゃないでしょ、はい、ですね、はい、三ピン合わせると筋やけど中れやすいかなっていうお題ですね。だってここではい、飯沼がスピード合わせに行きましたね。はい、うん、仕掛けましたね、三色を。坂本さんから見て関西 CD リーグで注目選手っていますか。いますね、注目選手いっぱい多すぎて言えないぐらい。おお、234の3色になった。はい、今までのリーチが入りました。リャウンピン待ちです。リャウンピンどうなんですか。リャウンピン、リャウンピン2枚持たれてて場には2枚、リャウンピンがいない、いない、はい、でもウーピン全部いる。ウーピン4枚ですね、はい、山に4枚、4枚、ウーピンが全部、はい、
中屋敷の中屋敷がペン3ピンを引いてなんかリャンピンが危なくなりましたよ、はい、うーんただこれ皮見るとやっぱり数ピン3ピンって切ってるんで、でリャンピンを切られるってあんまりないよねっていう話、ウーピンが出ました。イーヌマが補充となりました。はい、あっさりあっさり、うん、リャンピン中で2枚切れてましたよ。あれですよね、はい、イーヌマとしてはまあ今村はとりあえず与那城より上にいてもらいたいっていうのも、うん、いうのもあるし、現物があんまりない、うん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 、まあパピンはありましたけど一回攻めラスだったのでちょっと強気にいこうという、そういう判断 でしょうね。そうですね、点数がどうしてもいりますしね、うんうん、珍しく飯沼の押し気味なところが見えましたね。はい、トン3局になりました。中屋敷の親番です。ドラはトンです。はい、なるほど。ドラはバラバラって書いてるんですね。そうですね、親の中屋敷と今村が1枚ずつか。なるほど、はい。今村は割とこうスタンダードというか、うんとサイ、スタンダードの現代的な感じで、うん、ドラとかも割とラフに扱うイメージがあるのでね、こういうドラの話時ちょっと注目してみたいですね。リャンピンですか。リャンピンですか。何を考えてたんでしょうね。それ以外の選択肢じゃないですかね。急走とか、はい、あると思うんですよ。はまあ白を、はい、白が普通だと思うんですけど、はい、リャンピン重なるだけで一気に面単品になりそうになる手だったので、はい、あそこから中チャンパイ切っていいのかなって考えたんじゃないですかね。うん、ただまあこう打ったっていうことはリーズもドラ短期の、はい、短期もドラ大事にしてますね。そうですね、考えてますね、うん、ドラを使うことで打点を上げていこうっていうイメージですね、はい、うん、さて親の中屋敷が一応3統一になるのかな、はい、4統一ですかな、うん、統一手を見たんですね。そうですね、はい、これはいいと思います。はい、ちょっと今カメラが置いていなかった、はい、とりあえずいいところを決めてということですね、はい、今の飯沼の一打は、うまい。あ、メンツ店のイシャン店になったんですね。3ピンが3ピンになって、はい、そうですね。あ、これで単用になりそうですね。3ピンから切るか9万から切るか、うん、何は安牌で持っておきたいんでしょう。ついにでここでドラを離しましたね。はい、はい、イーシャンテンカンパーソー入ってピン風、はい、に先にね、中屋敷がドラ切ってるんですよね、うん、親の、はい、なのでまあ切りやすいどうでしょうね。はい、あれですね、やっぱり中屋敷もドララフに扱う感じなんですね。ここね、やお、あ、チートイツのイシャンテンにも取れるけど、まあメンツでイシャンテンですよね、はい、今の親の中屋敷ドラのトン切らないでパーピン切って両面固定、はい、する手もあるんですけど、はい、まあ、ドラ先に打ってロスを減らしてつもり3個を残したんですよね。そうですね、はい、そして今のパーピン切りもいいですね。チーピン、チーマンをもうすでに切ってた。そうなんですね。そうですね。はい、2点残しですね。これですね。はい。まあ待ちとして残らない限り振り点ではないので、はい、チーマン切ってるからって言って今ノーマン切ってしまうのは、はい、ちょっと
ね、受け医者の受け入れを狭めすぎちゃってる感じがしますよね。はい、今村の位置が入りました。カンパーソ待ちです。急走が全部見えてるからは悪くないでしょって思ってる感じですね。で、実際はパーソは場にはゼロ、山に1枚残ってますね。はい、3枚持たれてるので、すごいな、直線的です。あ、出た、あ、リーチのみ。はい、中屋敷はパーソーの補充となりました。リーチのみ、1300の上がりです。親のイーシャンテンからですか。はい、そうですね、はい、完全イーシャンテンだったので、はい、まあ、形いいイーシャンテンだったので振り手も含みです。で、ドラも見えてるので大したことないだろうと、自分の方が高いでしょっていうことでしょうね、うん。はい、トン4曲です。飯沼の親番です。ドラはヤンピンです。さて、展望を稼がないといけない親番が来ました。ここで結構稼ぎたいところですよね。そうなんです。あ、どんどん調子ちょっと自敗が多いだけでドキドキしちゃう。さっき留意掃除かけしてた与那城ですからね。はい、留意掃気づかなかったそういえばそんな役にありましたあー、いいとこ行った。いいとこ行った。それはそうですね、9ピン切ってタイヤをに決めて、はい、リーチ打ちたいですね。はい、白は本一がどこまで視野に入ってるのかな。多分いかないんじゃないですかね。親の飯沼がなかなかいいが、ほうウーピン、ウーピンつもぎり、ウーピンつもぎり。確かに横意識するならウーピンとかいらないんですけどね。そうですね、うん、チートイツはさすがに形がいいから見ないですかね。そうですね、うん、はい、一瞬点取る手もあるんですけどね、今は。はい、お、こうなるとローマンを切るのか、そこ生かしたければもう一回ウーピンか、うん、さらに絶対横に伸ばしたいなら3万とかもあるし、パーピン、おー、パーピン。あ、これはちょっと革の強さを意識したんでしょうかね、はい、3万3万で切ってもいいけど、はい、やっぱり3万が2枚並ぶよりパーピンが2枚並んだ方が自分の革的にいいだろうっていう、はい、で、ウーピン、パーピン、パーピンっていう順番になるので、今、はい、孤立のウーピンが両面になった場合に、はい、ウーピンの周りはやっぱりちょっと出やすくなるっていう、そういうメリットはありますね。はい、さて、ハツが重なった、うん、ちょっと邪魔邪魔です、邪魔、はいはい、もう切ってますしね。そうです、1巡目に切ってます。もうないんで、はい、さて、この3年、ああこういう風に受けたか、なるほど。ローソー切り、いいですね、高打点しか見てないよ。そうですね、はい、一撃決めるところです、ね、この喋ってる の多分全部拾われちゃいますからね、はい、わはい、はい、これシャーチャーですよね。何切るのが、まあ、受け入れ的には一番多いけど、あれシャーチャー、あ、シャー2枚切れてるが切れてない、ないピンフ、ピンフだ。カンパワー引いたらピンフですね。うん。仕掛けよりも面前。うん。まあ、これシャア2枚並べられるのはちょっと怖いですね。そうですね。感覚面単品って言われそうな。面単品系で、単4かピンフどっちかはほぼついているっていう感じですもんね。はい。まあ、いいシャンテンも進まない
はい、中屋敷がペイを仕掛けました、はい、ドラドラですからね、うん、はい、泣きやすいポン材残してチーピン切りましたね、これね、はい、ここで与那城が天敗、はい、リーチしましたね、チーマンとナンですね、これナン止まる人は多分いない です、うん、あ、サブキュースを天敗入っちゃった、おドラ引きましたね、しかもドラあんこにして、はい、ナンが今リンマ、まあ、掴みましたね、はい、とりあえず完全安牌から切って、はい、すぐ打っちゃうんじゃないじゃないですか、あ、つも先に積もった、そうですね、はい、ペイドラさん満貫の上がりとなりました、これで中屋敷がトータルトップになったのかな、トンバ終わって382255、そうですね、与那城より今上にいるんで、うん、親かぶりで与那城の方が上、与那城が3着ですかね、あ、3着、はい、はい、難入です、今村の親番です、違う、今村だ、トータルトップは今ドラはローマンになりました、すごい微差で接点、そうですね、すごい接点差ぐらいになりました、ね、今村と中屋敷が、はい、並びてきたし与那城も、はい、そうです、全員、はい、今順位点が一緒で争点の分でちょっとだけっていう、そうですね、感じなのでまだまだ全然わかんないです、はい、飯沼がやくやく統一ですね、飯沼どういう風に、おお、おいい便3番気に締まりましたね、はい、これでここも3番入って、ここも3番いい、中屋敷は得意のタンヤオに行くのか、でい、うん、さあ泣いた、泣きました、飯沼が初オープンしました、はい、とりあえずイシャンテンには取っておいて、はい、できれば3905に5200クラスにはしたいんでしょうね、この形のままでも何を仕掛けますか、この形のままでも泣くと思いますね、はいはい、あ、泣きそうな感じですね、うん、あー、親の今村がリーチになりました、老朽粗末です、はい、捨て牌見る限り絶好に見えるけど、はい、良さそうに見えますね、うん、あれ全部山の川に切られてるの以外誰も持ってない、あ、違う、中屋敷が1枚山6ですね山に6枚、はい、そしてこれどうするんだろう、現物のチュンチュンと打っていくのか、イーシャンテン、そう、早いリーチ、はい、から、あ、お、これポイですね、はい、中屋敷がチュンを仕掛けました、で、3ピン、はい、サブラは急走待ちですね、あ、半分オナテンってやつじゃん、はい、ツモ、はい、です、ツモですリーチ、ツモリーズモドライチ、はい、2000オールの上がりとなりました、これでね、今村が、はい、優勝ポジションに来ましたね、そうですね、はい、今村の親番が続きます、一本馬、これね、他の3人は今村にこれ以上ちょっと展望叩かれるわけにはいかないので、はい、1回攻め2着だったので、うん、もうこれ以上加点されると苦しいですね、ちょっと届かなくなっちゃうんで、もうサクッと流したいところ、手がいい、いいですよね、ドラは小さです、この次ですね、親の今村の手がドラドラ、ドラドラ、ただ仕掛けがね現状効かない形なので、はい、どうなるか、与那城とかの方がスッて追い越して先に上がるとかもありそうですよね、形的には、うんうんうん、はい、ただ他が悪いなちょっとですね、
飯沼が時点ぐらいですか。その次ぐらい与那城かもしれないですね、うん。さあまとまってきましたね、だいぶ。はい、いいな、形はだいぶできてきて。お、あ、チュンアンコになりました。とりあえず初を切る。はい、これで守備とかあんまり考えなくて よくなりましたからね。はい、アンコのチュン持ってるんで。おお、うん。そして与那城はどう考えて打っているかですよね。今あのチュン、いい判もう目前で確定しているので、うん、とにかく親を流したいのか、うんうん、ちょっと面前のリーチまで欲張りたいのか、うんうん、どっちに比重を置いているか、どっちも欲しいんですけれども、そうですね、うん、どっちに重きを置いているかですね、うん。じゃあ先に三蔵切ろうかどうか考えてるのかな。あ、そんな気がしますね。三蔵切りそうな。お、メインバイ、はい、ドラドラなのでね、まあこれはこれ普通なんですけれども、はい、シャがちょうど2人何杯で、うんうん、三蔵全員に対しての無筋なので先に切っておく手は ありますね。もうそろそろいい順目ですからね、誰から来ても、ね。あ、これでひょっとすると三蔵、あ、切らない、ない、そうか。3、1って続けて切って、リャンズを釣り出そうっていうこともできますからね。3、1の逆切りですね。はい、はい、はい。あ、これで完全インシャンテンになりましたね、与那城は。はい、はい、おお、なんかいいとこ引いたような、引いてないような。パーピン切りたいのかな、3色、5、6なのをちょこっと意識して、はい、あ、意識しつつ、ピンズの6ピンピンパーピンのいい形は残して、はい、筋でかぶってる椅子を払うと、うん。面白い、動いていきますかね、なんか。くんじゃないですか。想図の受けがちょっと苦しく感じるかもしれないですね、これ。4-5-5って形としてはいいんですけれども、場に打たれてる情報から、あんまり想図の真ん中残ってなさそうな感じ ですよね。今村の三蔵が出ると同時に、この仕掛けが入って両方テンパるみたいな。なかなか進まないですね。ですね、なかなかですね。ちょっと怖くなってきたかな。はい。天童も下茶の仕掛けもありますし。はい。はい、これで中屋敷がサブローピンのテンパになりました。ドラ切ってる人の仕掛けなんでね、あんまり大したことないと思ってるでしょうね。はい、今村がイーマンとスーマンが振り替わって単葉で泣けるようになりました。動けますね。はい、はい、与那城が中屋敷に放銃となりました。線は1300の上がりです。まあこれはそんなに気にしてないでしょうね、うん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 、与那城としては。中屋敷としてはかなり大きい。与那城が一旦落ちたという。はい、難2局です。与那城の親番です。さあ、ここはちょっと加点しておきたいですね。そうですね、1回攻めトップですけど、今村との点差を考えると、はい、うんうん、ここはちょっと追い詰められているというか、はい、はい、ドラ言いそうです。ドラ言いそう、どうでしょう。ちょっと見えない、なかったですね。ここがあれ、地位統一のイーシャンテン、はい、チュンタンキーにちょっと照準絞ってそうな感じですね。
あ、これは大三元まである、大三元を見るのか。チュンが2枚切れました。あ、チュンがなくなっちゃいました。が三色両方追うならペンチャンですが、うん、まあ形優先で打ちましたね。はい、はい、本一まで行きますか。これは本一も見てると思いますね。中は安牌ですね。ただね、はい、つもぎり、いい形はとりあえず決めてっていうことでしょう。あ、これで手配閉まりましたね。そうですね、うん、ん、中屋敷は単野を敷いとい、うん、外からすみません、はい、こういう時犬馬さんの立場だったら並びその崩したくないし今できてるから安い手でいいやっていうのはやっぱあるんですか。坂本さんだったら並びできてるし、まあ、中屋敷、今村の順位だけなのでそんなに意識してないと思いますね、うんうん、高いと作りに行くんですか。結構それぐらいスピードでささっと流してラスぐらいした方がいいかなと思ったんですけど、微妙なラインですよね、うん、でもまあ普通にリーチ目指すんじゃないですかねこれね、うん、今村もいいシャンテン、村代もいいシャンテン、うん、白いシャンテン、まあ白は泣くんでしょうけど数層を泣いてテンパイ取らない選択がありますよね。そうですね、お山のいいシャンテンにし て, っていう、はい、ただねもう重なったところで、ね、まあ、2枚出ちゃってるっていう。小三元本一とか、はい、あ、ローピン先に切った、うん、かけだ、ちょっとこういう やらしいところがありますよね。はい、これの次今村の、あ、飯沼の手移るんですけれども、はい、安牌残してローピン切ってるんですよね。あ、本当ですね、はい、まあ、これでまあ結局どっちでも一緒なんですけど、マンズ先に埋まった場合上がりやすさは全然違うので、うん、はい、飯沼のリーチとなりました。いやー、馬待ちですね。ヤウマは、はい、ヨナシロも追っかけリーチです。ハク、はい、とスーソ待ちです。リャンマンがもうない、ウーマンが2枚、はい、そしてハクとスーソは、スーソが1枚か、ハクが2枚、ハク 2枚とも山で、今村の数層は1枚だけ、はい、これ、老層は無理ですね。いけませんね。で、2人にでも、切る牌が、切る牌が、うん、手詰まりナウなのでローマン3枚アタックはありますね。アンコアタックして、はい、そのね、数万の方からね。なるほど、与那城の筋でほぼ通って、飯沼に対してはスッチーマンワンチャンスと、うん、ウーマンですね。スーマン、ウーマンの順番でウーマンが出ましたね。はい、今村手詰まったの、はい、で、ウーマン選んで50、はい、はい、裏ドラ乗った、モーニーだ、7200、あ、違う、ピンフだ、ピンフだ、8000のあれですね、ですね、これはこれあれですね、親落ちた与那城ですら、まあ、うんうん、受け入れようと思います。はい、はい、なん3局です。中屋敷の親番です。ドラは9層です。これで、現在トータルトップ名が中屋敷になりました。はい、はい、そして飯沼にとっての並びが絶好になりましたね。あとは自分が2万点ぐらい加点するだけっていう、そうですね、はい、感じです。なので
通に上がりに来るんじゃないですかね、飯沼も。そうですね、はい、で、親番で結構稼ぎたいっていう感じですね。で、中屋敷と今村の点差をあんまり縮めたくないっていうか、さあ、ダブルアンコッタ。おお。これちょっとリーチも欲張りたくなるのかな。でも EP リャンピーポンか、ポンするのか。せっかくだからね。せっかくなんでしないんじゃないですか。せっかくのか、EP でも1枚切れ。そうなんです。はい。さあ、こう思い切ってここで EP 切る手もありますが。うん、いいシャンテンで3アンコウの方で、打点は3アンコウの方でっていうね、はい、そして今村がピンフのいいシャンテン、おあれおおこれ、インピンリアピン泣きますね。これで泣きますね。むしろサブローピンも泣くかもしれないですね。サブローピンチーして、はい、もう一回サブローピンも、はい、ポンザイは全部泣くでしょう。これ、はいはい、さて、3万の方か、どっちかのペンチャー外してもいいかなと。あ、ドラ急走だからピンチーも外してもいいかなと。おお、いいピンチマンピン。これは大きい。いこれをサブローピン多分する、はい、あ、でもリーチが入ったらね、泣くと思うんですけどね。はい、はい、今村のリーチが入りました。マッチがパーマンマッチですね。パーマン、はい、ここにウーマン、ウーマンが山に4枚、サブローピン引いたら大きいぞ。はい、むしろスーピンウーピンの方が山に残ってるかもしれないですね。なんかありそうですね。スーピンウーピン3枚パーマンが、はい、裏1枚、この裏1は大きいですね。中屋敷は補充となりました、はい、さあちょっと条件を確認しましょうか、はい、今の上がりで今村がだいぶ有利、はい、現状を、これ優勝は今、はい、今村です。今村、はい、はいはい、なんですが、これ結構僅差なので、はい、ちょっと条件確認をします。はい、すぐ条件が変わります。今村、やばいです。現状は今村っていうのは間違いなくて、与那城でさえ212だとマンツモはダメなのか、マンツモはダメなんですね。マンツモは2000点ぐらい足りないですか。 1.1 ポイント下までは大丈夫なので1000点足らずみたいな感じですね。多分どこからか上がれないとかそういう条件も出てきたりするので、現状今村が優勝と、はい、で天敗能天でも結構変わりますね。変わる可能性がありますと、うん、例えば今村の一人の王点で終わったりすると中屋敷が優勝とか、うん、あ